ネギは原産地を中国西部、中央アジアとする植物である。東アジアでは食用に栽培されており、日本では野菜の一つとして扱われている。クロンキスト体系ではユリカとされていたが、APG 植物分類体系では、ヒガンバナカネギやカネギ属に分類される。和名ネギの由来は、ネギから来ていると言われ、茎のように見える洋称の基部の白い部分を、 根に見立てたからとする説がある。日本の古名では、分け木、一目毛の、ネギとされ、人も言う。別名の、人文字草は、木の一文字で表されるからとも、枝分かれした形が、人の字に似ているからとも言う。学名の種商名フィスティロースサムは、ラテン語で、中空のという意味を持つ。ネギの標準学名は、アリウムフィスティロースサムエルであり、競技のネギでは、 アリウムフィスティロースサム、エルバリエーション、ゴガンテム・マキノを革命としている。英語ではリーク、またはウェルシオニオン、仏名はチブーラ、シバなどと呼ばれ、中国植物名で木という。英名のウェルシュはドイツ語のウェルシュに由来し、外国のという意味である。ギボシ日本では収穫されたネギのことを、収穫時期によって、夏、ネギと冬ネギに呼び分けており、また白い部分が多いネギは、 ネブカネギ緑の部分が多いネギを、ハネギと呼んでいる。東日本では単に、ネギというと、成長とともに土を盛り上げて、火に当てないようにして作った風味が強く太い、ネブカネギを刺し、他は、ワけギアサツキ万能ネギ、苦情器などの固有名で呼んで区別をする。西日本では火に当てて作った、細いハネギを、青ネギといい、ネブカネギは、白ネギ ネブカなどと呼ぶ場合もある。こうした地域差は薄らぐ傾向にある。ネギにまつわる言葉も多い。ネギの花は坊主頭を連想させるため、木坊主と呼ぶ。橋の欄干につくネギ坊主に似た飾りをギボシというが、ギタカラとはネギ坊主のことを表した言葉である。萌え木色は木のわかめのような黄色を帯びた緑色、アサギ色は薄い木の葉にちなんだ。 明るい青緑色のことである。畑で栽培される、多年草。ネギの葉は白い幼少の部分と緑色の葉深部からなって重なり、一見すると茎のように見えことから、偽系と呼んでいる。葉深部は、感情で太く、先端は尖り、白っぽい子が吹いた緑色で、粘液を含んでいる。ネギの果女は、葉の間から伸びた、円柱状の家系の先端につき、俗に、 ネギ坊主と呼ばれる。ネギ坊主は薄い膜質の双方に包まれて、中に多数の小花があり、白黒色の花を密集して咲かせる。中国西部やシベリア、アルタイ地方あたりが原産と言われ、古代中国の漢代に書かれた来季などの記録から、紀元前200年頃にはすでに中国で栽培されていたことがわかっている。日本には奈良時代に渡来し、 古くから親しまれてきた野菜である。日本初期の人間天皇6年9月に秋季の名で登場するのが日本最古の記録と言われている。ヨーロッパへは16世紀になって伝わったが、あまり普及はしなかった。大別すると、主に白い部分を食用にするネブカネギと緑色の部分を食べる葉ネギがある。普通関東地方では、下似種ネギに代表されるネブカネギ系が、 関西では、九条ネギに代表される羽根木系が好まれる傾向がある。いくつか品種群があり、下似たネギなどの加賀群が、幹地に分布し、千住ネギ群が関東地方を中心に、根深ネギとして栽培され、九条ネギ群は西日本で多く栽培されている。このほか茨城県の一部で栽培される、千住群の赤ネギなどがある。別名、長ネギ。 白ネギとも呼ばれる関東地方で多く出回っている系統で主に白い部分を食用する。洋昇が伸びるにつれて土寄せし洋昇を南白栽培したもので大抵はネギの中では竹は長い。仙台や福島県、栃木県などでは曲がりネギという栽培法があり土を盛り上げながらある程度育てたら新たに土を盛ったり一度抜いたりして横向きに植え直すことにより 植物の光に向かって伸びる性質によってネギが曲がる。これは土の層が薄かったり地下水位が高かったりする土地でネギを作る方法だと言われる。このような栽培は手間がかかるため作付け面積が少ない。下にたネギ緑の部分が多くて葉が柔らかいネギで関西で好まれている。土寄せをしないで育て長くて柔らかい葉の部分も食べる。 畑で栽培される根深ネギ。茎を白くするため、土寄せして、畝を高くして作る。栽培方法は、やや難しく、栽培時期は、普通春に種をまき、冬から翌年3月の春先まで収穫するもので、連作は可能である。栽培適温は15から20度とされる。根深ネギは、春に種をまいて、苗を作り、初夏に苗を畑に植え付ける。 白い部分を育てるには、火を当てないように土寄せすることが重要になる。秋からが収穫期で、翌年の初春を迎えるまで冬の間は、長い期間収穫できる。羽根木は、種まきから収穫までに、約2から3ヶ月ほどで収穫できる。種子は、発芽率は悪い方で、健康性であるので、少し多めに種まきしてから副土をして、乾燥させないように水やりをする。 発芽して苗ができたら、副土と追肥を行って、株間に隙間が空くように間引きを行っていく。初夏に鉛筆くらいの太さに育った苗は、日当たりの良い深く耕せる畑に溝を掘って、元肥を入れて植え付けし、覆い土をしていく。定食後は2週間に2度の間隔で追肥と土寄せを行って、茎を白くする軟化栽培を続けていくが、一度に土を かぶせてしまうと成長できなくなるため、苗が伸びるに従って、葉の分かれ目まで土をかぶせるように、少しずつ分けて土寄せが行われる。秋に気温が下がってくるとネギが甘みが増して収穫期となり、春にネギ坊主が現れて硬くなってしまう前までに収穫が行われる。病虫害の予防効果を狙って、しばしば夕をトマト、ナス、ほうれん草などの畑に混食される。 長ネギの出荷状態の例日本では全国的に栽培されているが、主産地は千葉県、茨城県、埼玉県、青森県などの東日本の地域である。一年を通じて安定的に供給されているが、夏ネギは北海道産、秋冬ネギは群馬県産も多い。輸入品は中国産が大半を占め、1997年までは冷凍主体の輸入であったが、 1998年以降は生鮮品の輸入量が急増している。日本の単位面積あたりの生産口は世界一で生産口は世界2位である。人口が多く広大な土地を持つ中国における生産口は世界1位である。他の野菜と比較して円外に強いとされており、2002年に台風21号が関東地方に上陸後、 九十九里浜周辺の畑では塩外によって野菜や街路樹が枯れたのに対し、ネギだけは枯れずに残っていた逸話がある。JA 三部軍市ではこれをヒントに海水をかけて栽培した九十九里海っ子ネギを販売している。日本国内の産地が集まる全国ネギサミットが開かれている。ネギの白い部分はビタミン C、青い部分にはカロテン、カルシウム、ビタミン K などを含んでいる。 ネブカネギは単色野菜、はネギは緑黄色野菜に分類され、栄養的にも大きな差異がある。ネブカネギよりもはネギの方が栄養素量が多く、ミネラル類はネブカネギの1.5倍から2倍量を含んでおり、ビタミン類も多く、カロテンとビタミン C ははネギの方が圧倒的に多い。ネギの辛みと匂いの元になっているのは硫化アリルで、この成分が 胃液の分泌を促して食欲増進や消化促進、胃腸を健康にする働きがあると言われている。リ硫カアリルは体外で分解されることによりアリシンに変化する。アリシンは豚肉などに多く含まれるビタミン B1 の吸収を高めて疲労回復や睡眠改善に効果が期待されている。一年を通じて流通するが食材としての旬は冬場である。 野菜としては、白い部分は弾力があって、艶があり、緑色と白色の境目がはっきりしていて、青い部分は肉厚でしっかり巻いて固く、刃先から根元まで全体に張りがあるものが良品とされる。日本では、古くから冷ややっこ、蕎麦、うどんなどの薬味として用いられるほか、炒め物、ぬた、汁の実、鍋料理に欠かせない食材の一つ。 ネギ特有の匂いが強いことから、クンの一つ、金ン食ともされる。料理の脇役として扱われることが一般的だが、葉ネギはネギ焼き、根深ネギはスープなどで主食材としても扱われる。ネギの先端に見られる、ネギ坊主も若いものなら、炒め物や天ぷらにすると玉ネギのような甘みがあり、食べられる。生を薬味として使う場合では、 小口切りや千切りにしてから水にさらすと辛みを抑えられ、千切りにしたものは特に白髪ネギと呼んで料理の飾りに使われる。ただし、長時間水にさらすと硫化アリルも一緒に流れ出てしまうため、水につける時間はなるべく短時間で済ますのが良い。日本料理に好んで使われるが、西洋料理でも使われる。サラダ、冷ややっこ、納豆や蕎麦など麺類を食べる際に、 生のまま食用とする場合がある。また、焼いて食べることもあるが、味噌汁やネギ混汁などの鍋料理に入れたり、炒め物に使用したり、カツ丼やカモ南蛮などで、他の食材の具として利用したりするのが、一般的である。冬のネギは特有の甘みがあり、肉の脂身ともよく合うため、香味野菜として、すき焼きやカモ鍋などの肉料理に使われる。味噌を使用し、ネギ味噌を作り、 各種料理やつまみとされることもある。ネギを食用油で揚げ、エキスを抽出したネギ油も市販されている。乾燥を避けて保存するのが基本である。根元を湿らせたキッチンペーパーなどで包んで、時々濡らして乾燥させないように立てておくと、使いかけであっても常温で保存ができる。泥付きネギは洗ったり、外皮を剥いたネギよりも長期保存が効く。普通は、 新聞紙などに巻いて、冷暗書に立てておいて保存するが、鮮度が良い泥付きネギであれば、土に埋めておくと、さらに長期保存ができる。精油成分のアリルサルフィドを全体に含んでおり、鎮静、寒化、発汗、利尿などの作用を持つと言われている。薬用とする部位は、ネギの白い茎の部分で、白い部分を刻んで、天日乾燥したものが木薬になり、木ゼロと称して、 風邪や喉の痛みに使われる。また、昔から殺菌作用があることが知られ、風邪をひいた時にネギを食べさせるのが習慣になってきた。ネギは硫化アリルの一種である催涙成分を含んでおり、この成分が血液を固まりにくくして、血栓を防ぐとともに、血糖値を下げて血圧上昇を抑える働きも認められており、生活習慣病を抑制する効果があると見られている。 世界的に使われているアスピリンという消炎鎮痛剤があるが、ネギの催涙成分は人の体内でアスピリンとほぼ同じ機能を発揮して鎮痛、下熱作用があることが分かってきている。なお、この催涙成分は葉ネギよりも根深ネギの方が多く含まれている。伝統的な民間療法では、風邪の初期症状にネギを細かく刻み入れた湯飲みに味噌や醤油とカツオ節、 おろし生姜を加えて、熱湯を注いでしばらく置いてから飲む方法が知られている。生のネギを刻んで、蕎麦やうどんの薬味に多めに入れて食べて、すぐに就寝しても、同様の効果が期待できる。扁桃炎などの喉の腫れや痛みには、ネギで湿布すると役立つとされ、長さ4から5センチメートルに切ったネギを熱湯にしばらく浸してから取り出し、すぐに縦に切り裂いてから内側のぬめり、 部分を喉の左右に当ててガーゼやタオルなどで押さえてオンシップにする。また、ネギを刻んで熱湯を注いでから冷ました液で時々うがいしても同様の効果があると言われている。リーキヨーロッパではチャイブ、リーキなどが栽培されている。玉ねぎと同様に犬や猫などの動物が食べた場合にはアリルプロピルジスルファイドにより血液中の赤血球が破壊され、 血尿、下痢、嘔吐、発熱を引き起こすことがある。玉ねぎ中毒を参照。ギボシは、別化別族の植物、ギボウシも表す。ありがとうございます。